兵庫県にある、明石海峡大橋土木工学とは、自然災害等の社会課題の解決及び、環境の創造、維持発展を目的として、社会基盤を整備する工学である。主な対象として、鉄道、道路、橋梁、トンネル、港湾、空港、海岸、河川、ダム、廃棄物処理、水道、砂防、土木景観などがある。また、 土木工学部分の発電施設、通信施設、環境保全、造成、交通、国土計画なども含まれ、対象は多岐にわたる。これらを取り巻く人工ものは総称して土木構造物と呼ばれる。一般的に土木構造物は公共事業として建設され、長期間にわたって社会、経済活動を支えている。 六甲ライナーの高架橋首都圏外郭放水路の超圧水槽サンフランシスコの道路計画研究分野は以下に示すように多様な課題に対してさらに細分化されている。従ってその分野を専門とする技術者に分かれて実務を担う。各分野内でもさらに計画や調査、測量、解析、設計、試行、維持管理、積算、災害防止などの 各テーマごとに従事するものに分かれる。道路や鉄道、空港など人や物が移動に関する構造物の設計や計画方法についての学問である。土木工学から見て縫合した学術分野には以下のようなものがある。その学再生を尊重しつつ、諸学諸説の完全説明学となっていないのも事実である。土木工学と共に派生した。 学術分野には以下のようなものがある。土木工学は中等教育では工業高校の土木科が担っている。土木工学の基礎過程では測量学と水理学、土質力学、構造力学の三力学及び土木思考、都市計画保管を習う。大学では工学部や理工学部で大半は旧来の土木工学科から名称を変更し、 カタカナ用語や二字熟語を組み合わせた名称の学科が高等教育を担っている。高専では環境都市工学科という名称の学科が担っている。短期大学や専修学校では土木工学科や建設学科、社会環境工学科という名称の学科が担っている。また大学院では工学研究科や理工学研究科などに土木工学専攻を設置している。 上記土木工学の基礎過程に加え、各々の専門領域に応じて、さらに専門科目を習う場合が多い。分野が多岐にわたるため、関連資格も多い。そのため、技術士試験においても、土木技術分野にあたる技術士で選択科目が多い。また、技術士と技術士といった建設部門から独立した部門も設置されている。名前の由来は、 中国の前漢時代の古典、ワイナンコに出てくる、築土構ま駅という言葉から来ていると言われているが、実際のところは、はっきりしない。日本で取り扱っている、建築の技術部門や環境に関する部門も、外国では土木として扱われることがあり、日本の土木工学、建築学とは、対象分野の境界が少し異なっている。 外国では橋などの土木構造物のデザインもアーキテクチュアが担うことがある。これに対し、日本では構造物の種類や目的によって土木工学、建築学が分かれているため、建築家も構造計算を行う一方、土木技術者もデザインを行う。今日の英語圏においては、フレーズシビルエンジニアリングが日本語圏における土木工学にほぼ相当するが、 由来的には、単純にそのように対応しているわけではない。エンジニアという語は、今日では、軍民の区別に関係なく、ニュートラルに使われているが、古くは、公平の意があり、その派生語として、軍と関係ないが、同様の土木工学を指す句として、1771年に、イギリスの機械技術者、ジョン・スミートンが、軍事以外の部門を意味するシビルをつけたのが、 由来とされる。なお現代では、そのような由来に基づく意識は、ほぼ残っておらず、メカニカルエンジニアリングやエレクトリカルエンジニアリングといった句と同様に使われており、非軍事のという特段の意味はない。非軍事の技術的問題のすべてが対象となる分野とされていて、軍事で建設される公共施設に土木技術は適用されるので軍事は非軍事という区分。 つまり厳密には民間技術ということで、シビルエンジニアリングとは言わない。こうした区分は、古市君武,武とその時代にも指摘ある通り、フランスの場合でグランド・ゼコール、エコールでポリーテクニークを出て、さらに土木最高の学校、ポンゼ・ショッセを出た技術者が過去館長や、 軍工兵部隊へ奉職し、エコールでサントラル出身者が主に民間企業へという流れから来ていることが挙げられ、明治時代には諸芸学と称されていた。ありがとうございます。